近江六角氏の観音寺城は聖徳太子が約1400年前に開いた観音障子から登場できます。入山口は受付を通ってすぐの大仏の脇です。観音寺城は鎌倉時代から近江守護をしていた家系の名門六角氏の居城です。今は跡形もありませんが、入山口を入ってすぐの左手には家中の人望を最も集めた後藤師邸があったと言われています。ちょうど今歩いているここの左手です。この六角氏の観音寺城は衣笠山の山頂に築かれた山一帯に広がる広大な山城です。築城年代ははっきりしていないのですが、室町時代が始まる1338年頃にはすでにあったと言われ、応仁の乱のあった頃の1460年代には完成していたようです。ですが軍事的な要塞としてよりも居住性を重視した城だったようです。そんな名門だった六角氏が耐えてしまったのは室町末期でした。尾張の織田信長が足利義昭上洛の際、六角氏は信長に敵対して観音寺城の戦いで討伐されてしまいます。この観音寺城のすぐ近くに信長は安土城を建てますから、近江は本当にいい場所だったんでしょうね。ここが本丸跡です。大変広いですが、天守閣を持たない居城ですから、イメージとしては本丸御殿になるでしょうね。石垣は天然石をあまり加工しないで作った不揃いの野面積みです。角の収め方を見ても石の表面はきれいに削り落として四角い面を出していますが、積んだだけの野面積みです。互い違いに組む三義積みにはなっていないと言っていいでしょう。古いお城なんだなということがこれでわかります。観音寺城の戦いで織田信長に敗れ、六角氏は討伐されてしまったって歴史の教科書で言っていますけど、実際はここで戦っていないので無血開城だったそうです。当時の当主六角義方の兵数は11,000、それに対して織田勢は50,000まで膨れ上がって攻めてきました。すぐに六角義方は軍を3つの城に分け籠城戦に持ち込みます。ですが初戦場となった三国城が秀吉に一晩で攻め落とされると、六角義方はあっさり観音寺城を捨てて甲賀にさっさと逃げ込んでしまいます。これ六角軍が弱すぎるんじゃなくて秀吉軍がすごいんですよ。昼間7時間の塩攻めしてからその日の晩に夜潮をかけてるんですよね。7時間ですよ。プロレスや格闘技だって1時間ぐらいですよね。7時間の本気の殺し合いをした後に夜襲かけるってすごい体力ですよね。ちょうど本丸の裏手になる場所に当時の井戸がありました。中には水が溜まっていますが、これは雨が溜まっているんだと思います。まだ枯れていないんですかね。甲賀まで軍を動かした六角義方なんですが、これどうやら敗走ってわけでもなかったみたいなんです。以前室町幕府を相手に戦った時これと同じ手を使っています。観音寺城を出て甲賀まで軍を引きゲリラ戦の長期戦に持ち込みました。これでうまく幕府軍を諦めさせて京都に追い返しているんですね。それと同じ手を使ったようでした。ですがこれね、状況が全く違うんですよ。六角氏は甲賀で伊勢の反信長勢力を味方につけようとしたんだと思いますけど、この時もう伊勢方面は信長側に完全に落ちちゃってるんですよ。だから六角氏は甲賀で孤立しちゃってそのまま耐えていくしかなくなるんです。そもそも六角氏が信長に敵対したのは無理もない話っちゃ無理もない話なんですけどね。近江守護の六角氏は当時官令大です。今でいう内務大臣兼官房長官といったところでしょうか。それが尾張の守護大でしかない織田信長に仕えるというのはやっぱりできないですよね。六角氏は斎藤道山に討伐された美濃の守護
時氏と隕石関係を結んでいたり、同じく隕石関係にあった官吏の細川氏とも従軍して三好氏と戦ったりしていました。契約相手は名門だけに、常に織田家の一つ二つ上の人たちだったわけなんですね。ずっと名門だけに育ちはどうしても保守的になるでしょうしね。でも六角氏が討伐されたことって、名門って言われていたそれまでの人たちの身の振り方にものすごい影響を与えてますよね、きっと。六角氏が織田信長に従えなかった理由に、浅井長政との関係って何か関係があったんでしょうかね。その浅井長政との関係に一枚噛んでいるのが、ここに住んでいた平井氏です。ここは本丸のすぐ隣になるので、相当信頼されていた重臣になるはずです。実は後の浅井長政は六角氏に討伐されて人質になっていました。六角氏は重臣の平井氏の娘と浅井長政を政略結婚させることで支配下に置こうとしました。しかし浅井長政は六角氏相手に挙兵して平井氏の娘を突き返します。その後織田と同盟を結んで信長の妹のお市の方と政略結婚をします。政略結婚を突き返して挙兵した浅井長政が同盟国にいるわけですから、六角氏としたら面白くはないですよね。織田信長との関係が浅井長政よりも下になるわけですからね。信長は観音寺城を攻める前、六角氏に好条件を出して戦争を回避しようとはしています。京都諸子大という京の都の警察長官みたいな役職を提示して六角氏を心中させようとしました。まあ信長がその契約を守るかどうかは別の話になりますけど、その好条件を六角氏は相手にせず、仮病を使ってまで知らん顔を決め込みました。この頃六角氏の家中の状態も最悪だったみたいなんですよ。社内関係最悪で社員がどんどん辞めてっちゃってるみたいな、そんな状態でした。というのも六角義方から一度は跡目を継いだ息子の義晴がやらかしたんです。六角氏の家中で一番人望のあった重臣後藤片豊親子をこの城の城内で暗殺してしまいました。観音商事の左手に家のあったあの後藤氏です。まあ社長の息子が同じ社宅の専務殺しちゃったみたいなことですよね。理由はいろいろとあるんでしょうけどね。まあきっと俺が社長を継いだのに親父の代からの専務の言うことの方が力を持っちゃってるとかですかね。重臣の後藤親子を暗殺したことで家臣たちが出てっちゃったみたいなんですね。まさに学級崩壊状態だったようです。六角義方の息子の義晴が重臣の後藤氏親子を暗殺すると、六角氏の家臣たちの多くが織田家浅井家に仕官してきました。その代表格が後で居城跡の出てくる池田氏です。信長が観音寺城に侵攻した時、最初織田軍は2万の兵だったのが近江で5万まで膨れ上がったって言いますから 2.5 倍ですよね。結構六角氏は恨みを買ってたんじゃないですかね。まあ恨みとまではいかなくても、息子の義晴のこの事件で六角氏の近江統治が壊れていったことだけは確かなようです。息子のやらかした不祥事で重臣たちが織田信長や浅井長政を頼って仕官しに行くというのも、なんとも皮肉な話ですよね。まあ買収しようとして揉めたライバル会社に自分とこの社員がみんなして移っちゃうみたいなことですもんね。六角社長のメンツったらないですよね。それでも六角義方の方は有能で相当な文化人だったようですね。信長が始めたって教科書で言われている楽市楽座も、もともとは六角義方が父親の定頼の代から近江でやっていたことだったわけですし、そういう経済感覚は本当に鋭い一族だったんでしょうね。経営がうまくて遊び上手な御曹司のボンボンっていますもんね。文化的で上品で非の打ちどころのないタイプだけど、息子はヤンキーで困っとるみたいなね。信長は大阪の堺の商人飲み込んでいったように、近江を初めから狙っていたかもしれませんよね。あの土地は儲かるぞっていうのをずっと見てて、なんとかこっちに転がってこねえかなって仕向けていったりなんかして、六角氏に京都諸子大の職用意したのだって、うまいこと言って六角氏を京都に行かせて国替えさせようと考えていたかもしれませんよね。親父の義方は無理でも息子の義晴なら転がせるぞみたいなね。おい義晴、
近江みたいな小さいとこで親父のやっとったことと同じことやっとってもお前つまらんだろう。関西でどえりゃでかい市場作ってお前がやってみや、お前も男なら勝負かけてみたいだろう、とか言って、それで失敗させといて、はいさせんみたいなね。お前商売向かんの分かっただろう、とか言って、お前は諸次第だけやっとりゃってね。六角氏の領地は取り上げて完全な過信化をするみたいなね。信長ってそういうとこあると思いますよ。朝倉義景を一条谷で打ち取ってますけど、その前段階って分かった分かった、こっち攻めるのやめるって言って言って、うまくつっついて攻めさせて自分の作戦通りにはめてくって感じじゃなかったですかね。確かこの観音寺城の石垣見ててちょっと思ったんですけど、この石垣の石材結構加工されていて手間かかってるなと思ったんですよね。室町時代の石垣の残っているお城に六角義方の正室の実家になる能登の守護畠山家の七尾城の石垣があるんですけど、七尾城の石垣はあまりに加工されていない天然石を積み上げただけのいかにもザ・野面積みといった石垣なんですよね。その七尾城に比べるとこの観音寺城の石垣は加工されていて手が入ってるなという感じがするんですよね。もちろん室町中期からあった城にしてはっていう意味ですけどね。六角義方は鉄砲対策のために石垣に手を入れて補強したみたいなんですけど、今こうして残っているのはその時のものということでしょうかね。石垣の角の収め方が信長が建てる安土城で見た野面積みから三義積みへと進化していく途中のような微妙な三義積みになりかけてるみたいな収め方は感じるんですよね。こういうとこってさすが文化人で名高い六角義方だなって思いますよね。それまでの古い石垣を壊してお金をかけて新しい石垣にしてるんですから、残っている石垣が全て同じように加工してあるってことは同時期のものってことですよね。新築だったはずの安土城のような中途半端さがないっていうか、新しく建造するものに対して抜かりがないっていうか、美意識の高さは感じますよね。2メートル3メートルのバカでっかい石見てると、石垣の技術って1回目作った時と2回目作る時の技術って相当レベルアップしてますよね。レベルアップの振り幅が大きいっていうか、だって全部手作業ですもんね。ちょっとのことで崩れてやり直すなんて絶対嫌ですもんね。こんなしんどいこと、石垣が石をあまり加工してない野面積みから石を割って成形した布積みとかになっていったのってしんどかったからですよね、きっと。最初はでかい石積んでこんなのできんだとすげえだろうって見せてたんでしょうけど、割って小さくして積んだっていいじゃん、その代わりきれいに積むしさ、みたいな。でかい石積んで自慢してる筋肉バカってなんか頭悪そうに見えるしさ、とか言って、もちろんそこにはまっすぐに石を割るっていう割る技術を開発したんでしょうけど、新しいものづくりとか進化って人を苦痛から解放するっていうところにあるんでしょうね、きっと。しかし現代技術で作られたものって使い方を覚えるのがしんどいわ。これが六角氏の観音寺城の大石垣です。本当に立派ですよね。では上に戻ってあの石垣からの景色を見てみましょう。直角ですよ。ここに大きい石運んできて直角に石積み上げるなんて本当にすごいとしか言いようがないですよね。六角義方はこの観音寺城から出るとき、この景色を眺めながら何を考えたんでしょうかね。